行きまーす。イエーイ。そしてはい、いらっしゃいました。何もキャンプの準備をしてこなかったんだって。店長の一押しやな。イエス。うまっ。うん、もしかしたらちょっと、大変だったんですよね、今日。大変だった。ナビがさ、ナビがというか、うん、高速がね、うん、工事でカズさんの宅から泊まりするところの距離が、130キロぐらいあるんですけど、そのうちの70キロぐらいは下道で来たと。そうそう、ナビがね、この間私取り付けたこのストラーダというナビがね、ちょっとボンミスを働きましてですね、下道走ってて、あ、いい道がありましたっつって、ルート変更しますか、あ、じゃあ頼んだっつって変更したら、あの若さ舞鶴に乗せようとするんですけど、入り口中やい、入り口行ったら結局通行止めで乗れなくて、なんやそれ、ね、ナビに頼りすぎてよくないよというお話でございますね。はい、高速の情報は事前にちゃんと調べてですね、はい、ちゃんと旅する際はご覧いただければなと思います。はい、はい、それではまた後ほど明るい場所で、明るい場所で、じゃあね。はい、ということで皆さん、どうも、マグニーでございます。前回引き続きまして、本日はね、11時半でございます。で、外の気温もね、後でね、シリに聞いてみようと思います。今日初めて、バカ高い寝袋買いましたよね。寝袋で、ちょっと寝るというのを、試していきたいと思います。くっ、あんたたちここで寝るのかい、ここで寝るのかい、寝てたんだよね。それでは、ちょっと適乗しつつに、こちらです。前中11時半、まるっきり映っておりませんが、一応照明を設置しております。ここですね。ここで寝て、はい、ここにテント立てます。はい、まずはですね、グラウンドシートですね、行きましょう。暗くて申し訳ない。ISO 感度をちょっと最大に上げてみた。ええ音させるな、おい。この後僕も混じるんで、はい、これグラウンドシート。さっき美味しいとこだよな、ビール飲まなかったもんな。前回の動画でね、とりあえず組み立ててしまいました。これぐらいのサイズだと、もう大体分かりましたよ。これぐらいのサイズは先に棒を組み立てても問題ない。ただし、この間買ったファミリーサイズのやつは、この三節棒をね、伸ばしてからやるとすげえ大変だってことが分かったんで、これ本当はテントに通しつつ組み立てた方が良さげ。でも私のこのサイズのテントなら、まあ、特に問題はないでしょう。はいはい、ほらもうこれで1個立ったでしょ。あと反対側にこれ立てるだけだから、めちゃくちゃ簡単。これでね、こっちも今立ちました。あとはこの真ん中のもう一本の棒で、筋を立てます。立ちました。ほら、これがまあインナーテントなんで、この上にね、またもう一枚かぶせてみましょう。はい、かぶされました。今本当にただかぶせただけの状態なんですけど、で中でこういうところをねしっかりと埋めてあげて、これが、何箇所かあるので、あとねここご覧ください。ここもジョイントしましょう。ここでね、でこの下の部分、ここのオスとメスをしっかりとこうくっつけてましてね、これも反対側にも同じような処置を行いまして、もう何回目よこのテント。これでこっち側ついたん で反対側行く。あ、ちょっともうめくれちゃってますね。ほら、ちょっともう歯入ってますけど。よいしょよいしょ。じゃあ次ペグですね。雨降ってきました、急げ。あ、新しく買った、なんと1個1100円もするペグ。 OK。 はいはい、毎度毎度、はい毎度、あ、どうもペグ屋でございます。どうもどうも。2つ目 OK。はい、どうもペグ屋です。以前からね、お世話になってます。これぐらい残して置いておきましょう。はい、どうもペグ屋。当社のね最新のペグをね、ご用意させておりますので、そちらをね、あと2箇所やりたいと思います。どうもどうも。ペグを打ち
ち続けてね、10年、はい、どうも綺麗に先ほどと同じような感じで刺さりました何やら可愛い声がするようだなどうしてたの、うん、そうかテント立てたらそっち行きます もう少しでございますねしばらくお待ちくださいピグを打ち続けて、10年どうもピグはいどうもラストペグペグでございますね刺してしまえばあとはまあ抜くだけというね刺したら抜くだけこれがね、ペグの完了しましたぞグさあ残すはですねこのこれがねペグを刺したところと一緒のところなのでこれをねここに引っ掛けていくってことをやっていく作業に入りたいと思いますはいご覧くださいこのように掛けましょう。うん、引っかかる引っかかる。これ思ったんですけど、一緒にペグ打っちゃよくね。ペグ屋のワンちゃん。はーい。どうも。いやなんかちょっとペグが緩んじゃったみたいで。任せてくださいよ。すみませんお客様、2本ほどペグが刺せてないところがございましたけども。じゃあ、行っときますね。あ、毎度お気に。毎度お気に。あ、レンズがまた濡れちゃってますね、お客様。真夜中の、しかも雨の中での前節影、お疲れ様です、ね、インナーシートね、ちょっと引かせていただきたいなというふうに思っておりますちょっとお邪魔しますねあ、なかなかいいテントですねテント、シートの方引かせていただきますねこういうね、テント設営サービスというものをさ、始めましたけども東方はね、かれこれもうね、20年、それ以上経っているかなというようなね、ところがまあご安心いただいて、しっかりとしたテント、設営ですね、受け負っておりますのでいいですかバッチリございますよほら、ご覧くださいお客様ほら隅々までこのね、シートが土からのですね、湿気をパイン、パイン、こいつですねこの袋で膨らませるマットもう寝るだけだほらもういいもんなこれ多分夏これでちょっと本当にあの掛け布団だけどマジでいけるんだよ風も雨もきつくなってまいりましたすごいでしょ雨の音はいはい以上ですということでね設営完了いたしましたあとは私ここで寝るだけなんで携帯充電したり、カメラの電池持ってきたりとかするだけなんでねじゃあ家族の元に行ったら帰るか帰ってきたぞ母ちゃんのお顔は映せない娘はくつろぎ中マグレですあ、これはなかなか楽しく、雨はどうでしたか雨はね、すごくもうびちょびちょでカメラもびちょびちょになってしまいましたねウームキャンプ部の動画をおそらくあ、これどこかこっち先上がるかなもうその時すごい過酷な山の中だったのでそれと比べるともう本当にぬるぬるですねこういう家が隣にあるというだけで安心感がねもう全然違いますからおいお酒を持ってこい。ガッテ。はいじゃ。乾杯。ちょっとゆっくりさせていただきまして、ビールもね、飲ませていただきましてね。これから二人は寝ていただいて、私は、テントの方に移動したいと思います。おやすみ。おやすみ。ちょっと早速ちょっと冷えるな、それでは恒例のあれ行ってきますかちょっと皆様の携帯が起動してしまうのでこっそりで、はい、外は9度ですはい今ね9度となってますが体感温度6度最低が8度はいこれがね完全にあーやばいうわ気持ちいい初めてね、今回はちょっとこのお布団でね、スノーピークお布団で寝ますけど冷気の漏れっていうかそういうのも感じませんし今度寝返りもちゃんと出ますしこれは足の自由がやっぱりあると思うんですよね首元ね正直言って布団タイプやから首元からの冷気、あるかと思ったんですけど今のところそれは感じないですテレビじゃない YouTube でも見ながら、はい、寝ますかねThank you.
ゆっくりさせていただきました。寝袋の中めちゃくちゃあったかいっすね。真冬にチャレンジしてみたかったです。では